はい、皆さんどうもごきげんよう、きよきです。ここ東北本線の東鷲宮駅に来ているんですが、この駅がねすんごい意外な特徴を備えた駅なんですね。こんな駅他の駅探してもそこまで見当たらない。僕は初めてこのタイプの駅を訪れた記憶があります。さあ出発していくのは先ほどまで乗車をしていた宇都宮線、これ宇都宮行き下り方面行きの列車ですね。この列車が出発をして、そしてその奥からは貨物列車が来ていますね。東北本線でよく活躍をしている EH500 型の電気機関車、これね金太郎、金太とも通称呼ばれていますが、多分東北本線の盛岡、それから福島郡山方面から来たんですね。液体燃料系のこの貨車を積んでいますが、これねこっち地上で来るかと思ったら高架線の方に入っていくんですね。そう、この東鷲宮駅、実は先ほど僕が下車をした下り線のみが地上ホーム、地平ホームで、そしてこれ上り線に関しては高架化されている。つまりは上り線と下り線でホームの高さが全然違う、地上とそれから高架で全然違う駅になっているんですね。そして先ほど来た貨物列車は上の高架線を通って、そして通過。このね東鷲宮駅はこの駅がある周辺、多分ね1キロ前後だと思いますが、ここだけ上り線が高架化されているんですね。なのでこの東鷲宮駅にかけてぐーっと高架線を上って駅を通過するとまた地平、地上に戻るというなんとも絶妙な構造をしています。じゃあ一体なぜこの東鷲宮駅は下り線と上り線がそれぞれ別の高さになってしまうことになったのでしょうかね。その歴史的背景を分析していきます。ちなみに改札口はこんな感じで、高架ではなく地上のホーム、こうすぐね下り列車から降りてすぐのところに存在をしているんですね。そして上り線に向かう場合は横のエスカレーターを使ってこの下り線よりも高いところに行く必要があるんですね。さあここ上がった先、こちらが東鷲宮駅の大宮、それから上の赤羽方面の上り線のホームですね。そして実はこの東鷲宮駅は現在見ているこのイオンがあるあたりですね、現在では駐車場とかになっていますが、このあたりに昔かなり大きい貨物ターミナルが存在をしていたんですね。現在でもその名残としてこちらちょっとね建物見えるのがわかるかと思いますが、ここ新幹線の保線基地、鷲宮保守基地というのがあって、これ新幹線の方にずっと線路がこれお隣左側の高架線続いていて、そして新幹線、東北新幹線の方まで続いています。新幹線の保線ですね、線路の点検などの基地になっていて現在でも活用されています。保線に使用されるのは非電化の車両なので、こう電線がないのがよくわかるかと思います。そう、こんな構造をしていて、もともとこれ東鷲宮駅ってのは1981年、まだ国鉄時代ですね、その時に旅客駅ではなく貨物駅として開業を果たしたんですね。もともとはここ駅は存在しておりませんでした。でその際にこれ地図見ていただくと分かるかと思いますが、これ東鷲宮駅の東側に貨物ターミナルが設置される、貨物駅が設置されることとなりました。その際に問題となったのが線路の位置ですね。これ左側から下り線、上り線、そして東側に貨物駅が存在をするということになっていましたが、この配置だと下り線からやってきた、まあ、つまりは東京方面から下ってきた列車が貨物駅に入る際に上り線をまたぐ必要があるんですね。これを平面交差にしてしまうと上り線の運行を妨げてしまう可能性があると。今でこそ東北本線って、まあ、そこまで本数は多くはないですが、ただ当時っていうのは東北新幹線の開業する前だったんで、まあね貨物列車に加えて長距離列車、夜行列車なんかも頻繁に東北本線では走っていました。なのでここ平面交差にするといろいろと支障をきたしてしまう、それならば立体交差にしようということで、ここだけ上り線だけ高架化して、そして上り線を挟まずに貨物駅の方に入れるような構造にしたんですね。ちょうどこれ今の映像分かりやすいですが、右側からやってきたこれが下り列車ですね。下り列車が当時の貨物駅に入る際はここから画面左側の方に高架線、上りの高架線の下を通って左側にあった保線基地の近くにあった貨物駅の方に入ることができたんですね。なので上り列車を挟まずに上り線に支障をきたすことなく貨物駅に出入りすることができました。当時のその名残というものが現在の東鷲宮駅になっているというわけなんですね。さあこちらやってきた、これもまた貨物列車、
こちらはずっと多分東北本線の方を通ってきたんでしょうね。大宮方面に向かう EF210 電気機関車がやってきました。大元は1981年に貨物駅として営業したこの東鷲宮駅ですが、その1年後82年からは旅客営業も開始、そしてさらに4年後の1986年にはなんとね、わずか5年で貨物営業を終了するんですね。その後はもう現在に至るまでこの東鷲宮駅は貨物ではなく旅客駅として機能し続けているんですね。高架線と地上線両方を兼ね備えたこの東鷲宮駅の設備というのは当時の貨物駅があった当時からの名残ということができます。東北本線は通ることは多いものの結構通過が多いんで、東鷲宮駅は僕初めて下車をしましたが、駅員さんはね常にいるっていうわけではなく、時間帯によっては駅員さんがいなくて、で遠隔での対応になるみたいですね。こういうの本当最近多いですね。そしてこれさっきの下り列車が出発していく映像なんですが、これ画面右側に不自然にこの線路1本分のこのスペースが確保されているのがわかるかと思います。ここにおそらく昔の貨物線、貨物列車が走っていた線路があったのかと思われますね。下り列車として来た列車はこの画面の右側の方の貨物ターミナルに入って、そしてその後この不自然にスペースの空いたこの空間にあった線路を通って、また再び下り線の方に合流していったんでしょうね。さあそしてこちら線路のこれさっきの反対側の方に来ましたが、ここには東北新幹線の保線基地、保守基地が存在しているんですね。ここには保線用の車両、多分ねこのここの位置から新幹線の線路幅でずっと線路が伸びているんですね。この保線車両はディーゼルカーなので架線柱もありません、架線もありません。ここからこの高架線がスタートしているっていう、なんかすんごいあの変な、めちゃくちゃ変な構造になっているんですね。というのもこれもともとあった貨物ターミナルの用地売却に際して位置がね、これ保線基地の位置が変わった関係で、これ入場出場を行う際に2度ここでスイッチバックをする必要があるという、なんともねおかしな構造になっています。いや確かにね高架橋はあるんですが、ただこの高架橋に入るこう路線というか線路は見当たらないんですね。ここちょっとね分かりづらいんで地図見ていただきたいんですが、東鷲宮駅があって、そして右側 JR の白黒の線が伸びている、これが新幹線の方へと続く保線の線路ですね。この上野東京ラインの線路と保線の線路の間、そこにあるのが新幹線の保線基地ですね。ちょっと画像拡大してみます。こんな感じ。そして上野東京ラインの表記の右側にある白黒のなんか突然ポンと出ているのが、これ保線用の車両が走る線路ですね。あのさっきお見せしたいきなりボーンと高架線になっているところですね。ただそこはねもう高架化されていて、そして真ん中にある保線基地っていうのは地上にあるので、いきなりそっちに入線することはできないんで、一旦これ下側南側の久喜駅側にぐーっと行って、そしてそこからスイッチバックして高架線の方に入っていきます。その後北側にずっと進んでいって、そして先ほどお見せした高架線がぶつ切りになっているところ、あそこら辺でスイッチバックして、最終的に新幹線の線路のある方に保線車両が入っていく、おそらくねそんな感じだと思います。このたくさんある使われていない線路も、これももしかしたらその貨物駅時代の名残なのかもしれませんね。横にはこれ新幹線のこれバラストですかね、多分こう砂利、まあ、バラストと言われている石のちっちゃいやつですが、これがたくさん積まれ、多分新幹線用なんじゃないですかねやっぱり。ちなみに電車に乗っているとこんな感じで、下り線の場合は地上からこのように車窓右側にこの保線基地、線路がたくさんあるところを見ることができますね。ここを保線基地になっていますが、本来昔であればこの先にずっとさらに線路が伸びていて、貨物列車がたくさん発着していたんでしょうね。高架線をゆっくりゆっくりとこれ東鷲宮駅を出発した上り列車が出発していく様子もこちら側から見ることができます。そしてねちょっと歩いてみましょう。ここもね面白い構造をしていて、これが最終的に新幹線の東北新幹線の線路の方に続いている高架線ですね。そしてそれに対してこちら左側に見えてくるのがこれ、またね向こう側奥の方に続いているんですが、これね画面右側に伸びている線路っていうのはあの東北本線の久喜方面につながっているところですね。
なのでこんな感じの構造になっていて、2回もスイッチバックを繰り広げて、そして高架線に入って保線車両は東北新幹線の方面へと入線をしていくんです。すんごい複雑な構造です。本当にこれ最初見た時はこれどうやって入るのか僕もよく分かりませんでしたけれど、まあ文章を読んで、ね、記事資料を読んで、そんでまたこう自分で訪れてみて、やっとねこれ理解することができました。1回スイッチバックした車両が左側の線路を通って、そしてあそこのこの2つのつなぎ目部分でまたスイッチバックをして、そして右側の高架線に入って、そして東北新幹線の方につながっているというわけですね。いやー、なんとも複雑な構造。これがさっきの高架線の入り口の部分ですね。こう東鷲宮駅を出発して、あそこの高架線の入り口の方まで行って、1回目のスイッチバックで、そして高架線の上に入っていって2度目のスイッチバック、そして東北新幹線の方に入っていきます。真ん中にはこちらに保守基地の方がずらっと広がっていて、そして一番手前側には東北本線の線路が通っています。というわけで今回はへんてこなホーム、それから線路の構造をしている東鷲宮駅についてご紹介してまいりました。いや、昔の貨物駅時代の名残が今もうその貨物駅が廃止になってもうね30年40年近く経とうとしていますが、今でもしっかりその名残を感じることができます。とても面白い駅なので皆さんもぜひ訪れてみてください。それでは今回も動画のご視聴ありがとうございました。